エスタディオデ・メスタージャはスペイン・バレンシアにあるサッカー専用スタジアム。リーガー・エスパニョーラに所属するバレンシア CF のホームスタジアムでメスタージャはバレンシアを流れる川の運河の名前に由来する。メスタージャはレアル・マドリードやバルセロナにとっての難所として知られており、このスペインに今日はこのスタジアムで試合をすると苦戦する傾向がある。年月日。 同じく、バレンシアを本拠地とするレバンテとの親善試合で、設立、開場された。以後、1950年代に大幅な改築がなされ、4万5千人が入るようになった。1959年に照明設備が設けられるなど、その後も改修工事を行い、現在の収容人数は5万3千人。平均観客数は3万9千人。 1969年から1994年まで、バレンシアの会長の名前を取って、ルイス・カサノバと名称を変更していたが、本人の要請で元に戻った経緯がある。また、スペイン代表の試合などでもしばしば使用され、1982年のスペイン W 杯では会場となった。カンプノーやサンティアゴベルナベウト他のスペイン国内のサッカー用スタジアムと比較して、 観客席の勾配が非常に急である。また、スタジアムに隣接して、チケット売り場などが設けられている。現在2009年に完成すべく、メスタージャに代わる新たなスタジアムを建設する計画が進行している。この計画は、バレンシア市の北西部に2億5000万から3億ユーロをかけて、約7万5000人収容のスタジアムを建てようというものである。現在のメスタージャは、 すでに売却することが決定している。クラブは現在のメスタージャの売却資金を当て込み、2007から2008シーズン前などに多額の資金を注ぎ込み大掛かりな補強を行ったが、実際に競売にかけたところ買い手がつかずクラブ側の三段の狂いが生じていた。2011年12月、バンケアとメスタージャの土地等を担保に建設資金を借り入れることで合意。 2012年9月からの建設再開と2022年の完成が予定されているが、未だに工事再開が決まっていない。ありがとうございます。